どうもこんにちは、タッカキッチです。さあ本日ですね、こちら冒険者のお出かけ鶴の福引き所でなんと更新されて、まあ、一等が不思議な国の畑で、まあ、シルエット3等にシルエット家具の城が出てきて、今まで1等だったバズズがね、まあ、あの2等になったということで、バズズのカプセルが、まあ、3等に、ね、シルエット系が出てくるのかな、全部。うん、でこちらですね、まあ、早速不思議な国の畑150万だよね。150万、たっかこれ高いよね。まあ、最初はそんなもんぐらいか。で、前の今まであった、まあ、人魚姫だとかも意外に70万とか65万とかしてるんだよね。71万、スイーツ畑83万、高いな、富士スイーツも。ヒストリカの畑も76万。ね。で、あと、まあまあ、お出かけツールで取れる装備なんですけども、まあ装備だよね、取れるの。まあこういった最後の方にあるこちら音楽隊もそうだよね。ファンキータイツもそうだよね。常夏の山猫のトップもそうなのかな。1200万とかするぜ。おい、1200万とか。小さな英雄の鎧とかも、1000万。まあだいぶね、昔のやつだもんね。ロイヤルマントとかも、これは弱いってなんですかって。ねえ、安かったね。常夏上の480万で、これはそうなのか。ファンキータイツもそんな安くないよね。高くないよね。1000万、10万、100万、105万とかだし。なので、ちょっと、これ実は、もう手に入れられないからやっぱこんだけ高いんだよね。で、僕今回見つけたのが、ですね、こちら、ドドーン、プスゴンカプセル、969万だぜ。1000万だよこれ。1000万。はい、ということで、ちょっと音声機器のトラブルでマイクがちょっと一回取れちゃったんで中断して、2度目の、録画になっております。これ最後までな、取り直しのきついな。まあ、何がやりたかったかというと、まあ、右上ちょっと金額変わってるのがすごい気になるよね、みんな。それね、ちょっと、順を追って説明しますね。はい。で、こちら、プスゴンカプセルだよね。ここまで説明したんだよね。はい。こちらね、2019年の4月に発売されて、出た当時が200から300万ぐらいで、だったのかな。うん、確か、金額がね。で、やっぱり、プスゴンが冒険者お出かけツールから外されて、で、なおかつですね、これね、アトラスも、まあ、2019年10月に出たんですよ。で、まあ、正直ね、まあ、プスゴンは1年と、まあ、4ヶ月。で、まあ、アトラスが、まあ、10ヶ月の、まあ、時は経ってるんですけども、なんせ900万、このアトラスカプセルが47万5千ですよね。この金額は何の差だと思ったら、プスゴンって実は課金で手に入らないんですよ。まあアトラスの色も手に入らないんですけども、でもアトラスって他にギガンテスとか色違いの全部含めて4種類ぐらいの出てるんですよね。4種類ぐらい。値段は、まあ、1体につき770円なんだけど、4体で全部買うと1760円っていう、まあ、お得なセットもありますよっていうのは多分右下に出てるんですよね。うん。で、まあ、その差なのかなと思ったんですよ。まあ、ちょ、高木ちゃん何が言いたいんですかって。アトラスが出た当時の金額が227万。だね。このバザー取引価格が。まあ、その時。で、今に至って47万5千。まあ、もちろん アトラスも、外されました。冒険者お出かけツールの福引きから。ね。で、それの経緯に至って47万5千という金額になっております。で、ところがどっこい、このバズズ。まあ、今回の、
福引きから3等に落ちましたね。まあだからこれ本当はもっと14万だったんですよ。14万、うん、14万だったんですけども、なんと、まあ僕がさっきちょっと買い占めました。20万までのやつはちょっと18万3千とか出てるからね、これをちょっと買い占めて、でアトラスみたいに高くなったら47万ぐらい、まあ、50万ぐらい取引されるであろうと。まあ今はね、やっぱりどん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 福引きしてバズーズカプセルっていうのが出てくるから今はこんな安く取引されてるんですけど、まあね、1ヶ月後ぐらいかな、バズーズカプセルがなくなると思うんで、まあその時に転売して、まあ、50万ぐらいにはなるであろうと。まあバズーズカプセルもね、必ず色違いで課金で手に入ると思うんで、まあ、プスゴンみたいに高くはならないとは思うんだけども、課金で手に入っちゃうとね、まあ、バズーズの色はね、こちらのバザーでしか手に入らないと思うんで、まあ、47万か50万ぐらいにはね、上がるだろうとは思って、高木ちゃんなんとバズーズカプセル今の合わせて32個買っちゃいました。ちょっと高吉初の転売金策っていうやつをねやってまいりたいと思います。これが全部で544万かかっておりまーす。はーい、まあ、ただですよ、ただ1ヶ月後これがもしかしたら1000万ぐらいになる可能性はあるので、バズーズカプセルね、これ転売して、まあ、なのでこれで売っていきたいと思います。今日は転売金策の動画でした。まあね、ちょっと1ヶ月後ね、楽しみにしてます。ね、バズーズが福引き場から外されて値段が上がることを楽しみにしてます。まあ、売れるかどうかは別としてね、テヘペロ。ってことで、またね、バイバイ。